はい、こんにちは。続けて、ずっと考えてるんだけど、やらないことをやろうとしてる。今度は、野菜を育つ ガーデニング。多分10年間ぐらい前から、10年前ぐらいから、まあ、やろうと思いながら、思って何もしない。それは、自分の 性格の特徴かな。英語で面白い表現がある。Paralysis by analysis。Analysis は分析で、Paralysis は麻痺。って言って、分析しすぎて麻痺する、して動けなくなるってこと。で、解決方法一つは、ちょっとしたことをやる。何もしないより、ちょっとした、なるべく小さいこと。自分の問題はどうしてやればいいかって考えながら、インターネットで読んだり考えたり、一番いい方法を見つけてから、考え出してから、それを大きすぎてそれはできないと思って何もしない。これは分析麻痺だから、なるべく小さくしてみようとしてる。だから、プレイスペースから掘り出してる、湯船と、赤ちゃんの湯船が前からあったと、バケツがあるから、それに、ガーデンセンターに行って、土とか麻痺とか、麻痺じゃない、堆肥を買って入れて、今、小松菜の種を入れてみてるから、大きい食事が出た後に、また見せてあげる。どうになるかな、どうになるかな、わからないだけど、とりあえず一歩でもやってみようと思って。期待してみよう。期待しない方がいい。まあ、頑張ってみよう。はい、どうも、今日も見てくださってありがとうございました。ん？あれ？まだ動画してる。ストップ。なんでストップしない？